はい、こんにちは、ペイです。よろしくお願いいたします。今日の動画は、明日のイベントガチャ更新予想、やっていきたいと思います。はい、今来ているイベント、ピースを狙え、さらにはですね、ガチャの3600万ダウンロード記念、10連福袋の終了日がですね、9月27日の12時59分ということで、明日のですね、9月27日に来るイベントガチャ予想をですね、今回の動画ではやっていきたいと思います。で、この動画の最後にですね、OB 第1弾の最終的なラインナップ予想もやっていきたいと思いますので、ぜひこの動画最後までご覧いただけたらなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、ためになったなと思った方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。では早速本題の方入っていきましょう。はい、では早速ですね、明日のイベントガチャ更新予想からやっていきたいと思います。はい、先ほども言ったんですが、今来ているイベントピースを狙え、さらにはガチャのですね、3600万ダウンロード記念、10連福袋のイベント終了日がですね、9月27日、明日の12時59分となっております。で、通常のですね、プロスピエースのイベントガチャの更新日時というのがですね、15時更新となっております。なので、12時59分から14時59分、2時59分までの2時間の間でメンテナンスが入ることが予想されます。で、この2時間メンテナンスの明け、メンテナンス明けには基本的にね、毎回 TSOB が登場するということで、明日のイベントガチャ予想といたしましては、 OB 第1弾がついに登場するんじゃないかなと思っております。はい、こちら今見ていただいているラインナップの画像が去年のものなんですが、掛布さん、高橋さん、山崎武さんと広角アーティスト、リアタイで最強と言われているね、広角アーティストの選手3人、さらにね、ズレータさんやホーナーさん、投手で言うと稲尾投手などで、ね、めちゃくちゃ激アツなラインナップできておりました。まあなので、今年の OB 第1弾もですね、このぐらい激アツなラインナップで来るんじゃないかなと予想しております。で、気になる OB 第1弾のですね、ガチャ形式なんですが、30連目で OB 第1弾の選手、 S ランク選手確定ということで、自チーム確定がないガチャとなっております。まあなので、確実にね、その1選手を狙うためにはですね、イベントのランキングを走るか、その OB 第1弾終了後に来るですね、 OB 第1弾狙い撃ちスカウトを引くか、この2択になっております。まあですが、無課金微課金の方はですね、ランキングイベント1択と言っていいと思います。で、そんな OB 第1弾のランキングイベントは何が来るのかなんですが、OB 第1弾はですね、例年通りですと選手ボーナス付きのランキングイベントが登場します。選手ボーナス付きのですね、ランキングイベントとは、特定のですね、ガチャから出た選手にボーナスがついていまして、そのボーナスパーセンテージを上げることでランキングイベントを優位に進められるというようなランキングイベントになっているんですが、このプロスピエースにはですね、3つのランキングイベント、選手ボーナス付きのランキングイベントというものが存在します。まず1つ目がプロスピ応援団、2つ目ターニングポイント、3つ目熱湯スタジアムのこの3つがですね、選手ボーナス付きのランキングイベントとして過去に登場していたんですが、じゃあ明日はどのランキングイベント、選手ボーナス付きのランキングイベントが来るのかなんですが、この3つのですね、選手ボーナス付きのランキングイベントの登場サイクルをですね、見て予想をしていきたいと思います。まずこの3つのランキングイベントの中で一番直近に来ていたランキングイベントがですね、 TS 第6弾とともに登場したプロスピ応援団が8月30日の更新で来ておりました。で、その前がですね、 TS 第3弾とともに登場したターニングポイントが6月28日で、一番過去更新から空いているのがですね、 TS 第1弾と共に登場した熱湯スタジアムが4月21日に登場しておりました。はい、このプロスピエースはですね、前回開催からのスパンが空いているイベントがね、基本的には登場しますので、まあ今回のランキングイベントは熱湯スタジアムの可能性がかなり高いんじゃないかなと思っております。で、このランキングイベントにはですね、順位に応じて選択 S ランク契約書というものが用意されているんですが、まあその選択 S ランク契約書ボーダーまでの消費エナジーはどのぐらいかかるのかなんですが、去年の OB 第1弾の場合ですと、去年の OB 第1弾はですね、プロスピ応援団が登場していたんですが、その去年の選択 S ランク契約書のボーダーが 3.97 億となっておりました。このプロスピ応援団のですね、累計の S ランク契約書までの必要ポイントが3000万と
ということで、累計約13周分を走らないと選択 S ラン契約書が取れないというような、むちゃくちゃ激アツ、もう本当に熾烈なランキングとなっておりました。で、去年のね、OB 第一弾の消費エナジーはね、まあ選手ボーナス付きのランキングイベントなので、かなり個人差あると思いますが、約ね1300からまあ1700ぐらい消費されたと言われております。まあなので今年もですね、まあラインナップ次第にはなってしまうんですが、まあ約ね1500エナジーぐらいは全てガチャ、ランキングイベント全ては合わせて必要なんじゃないかなと思っております。で、詳しい消費エナジー数やランキング、ボーダー予想などはですね、OB 第一弾が来て、まあ、あさっての動画とかで動画にしようと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたらなと思います。では、明日のですね、イベントガチャ更新予想まとめますと、まずイベント予想として挙げるのがね、熱湯スタジアム挙げさせていただきます。で、ガチャ予想として挙げますのが、OB 第一弾の登場と予想いたします。はい、明日はですね、OB 第一弾の登場が本当にかなり濃厚かと思いますので、まあ皆さんね、楽しみに明日の更新待っていただけたらなと思います。はい、では最後にですね、 OB 第一弾の最終的なラインナップ予想の方に入っていきたいと思います。 OB 第一弾のですね、詳しいラインナップ予想につきましては以前に動画にしていますので、まあ、そちらの動画では対抗予想まで上げていますので、ぜひね気になる方いらっしゃいましたら概要欄から見ていただけたらなと思います。で、その動画をまとめた12球団のラインナップ予想がこちらになっております。はい、ヤクルトからバレンティン選手、阪神鳥谷選手、巨人がイースンヨプ選手、広島が金本選手、中日が落合選手、DeNA がローズ選手、オリックスが美濃田選手、ロッテがボルシンガー投手、楽天がリック選手、ソフトバンクが杉浦忠投手、日ハムが森本ひちょり選手、西武が石毛選手。はい、この12選手をですね、OB 第一弾の最終的なラインナップ予想とさせていただきたいと思います。はい、中でもね、広角アーティストの中日落合さん、さらに超広角ラインドライブの石毛さんなど、まあかなりリアタイ向きの選手がですね、OB 第一弾は登場する傾向にあるのかなと思っていますので、まあ今年のですね、OB 第一弾もかなりリアタイ向きの選手多く登場するかと思いますので、まあ本当にね、明日の更新をですね、楽しみに待ちたいかなと思っております。ではですね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、明日はですね、OB 第一弾のね、登場がほとんど濃厚かなと思っていまして、まあランキングイベントを走ろうと思っている方は、明日からの1週間はね、まあかなり忙しい1週間になるかと思いますので、まあぜひね、気合を入れてランキングイベントを臨んでいただけたらなと思っております。でですね、この動画が少しでも面白かった、ためになった、 OB 第一弾が楽しみだぞと思っている方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンで応援のほどしていただきますと、動画制作のモチベーションにかなりつながってきますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。